まさか亜美と同じ会社で働くことになるとはね。幼馴染の腐れ縁もここまで来ると笑うしかないわ。え？私講師今度はしないタイプなの。幼馴染だからって慣れ慣れしくしないでよね。職場じゃただの同僚ってだけなんだから。え？はあ？さっきから何なのよその反応は。あ、こっちこそ何なのよ。一生連絡してくるなって言ったよね。それが急に LINE が飛んできて、しかも同じ会社に入社？一体何の話をしているのよ。はあ？もしかしてあんた気づいてなかったの？今日の業務研修で同じ会場にいたじゃない。え、そうだったの？私は大手の派遣から来たんだけど、あんたはどこの派遣から来たのかしら？隅っこにいたし、どうせすごい派遣から来たんでしょうけど。嘘でしょ？美咲、これから緑テクノで働くの？うちの部長にどうしてもって頼まれたんだよね。私、実は人気派遣社員でいつも予定が埋まってるの。だけどどうしてもここが優秀な派遣を欲しがってるからって言うから。部長のご了承で今日から派遣として働くんだよね。そうだったな。まさかこれからあんたと一緒に働くことになるなんてね。先に言っとくけど、男は詐欺に夢中で足引っ張んないでよね。私そういうの許せないタイプだから。は？アミさん、隣の男とは絶対仲良さそうに話してたよね。私そういうのムカつくんだよね。職場は仕事をするところなの。そこで男あさりするとかないわ。はあ。いくら男に飢えてるからって、さすがに職場で男あさりは NG でしょ。必死すぎて超ウケるんだけど。そんなことしてないわよ。変なこと言わないで。あれそうなの？てっきり私に婚約者を奪われたからって、必死に次の男探してるんだと思ったのに。はあ？昔はいろいろあったけど、お互い大人だし、もう昔のことは水に流してよろしくね。一応ここでは同僚ってことになるんだし。ふざけないで。私は美咲に婚約者を奪われたこと、まだ許してないの。今こうして LINE してるだけでも正直言って苦痛だよ。まだ3年も前のこと怒ってたんだ。あんた私と幼馴染なのに心狭すぎ。はあ？婚約破棄の慰謝料だって支払ってあげたじゃん。しかも結局あんたの婚約者とは別れてそれっきりだし。もう別に許してよくない？昔のことぐちぐち言われるの好きじゃないんだけど。何よその態度。全然反省していないじゃない。反省も何も最初から悪いことしたなんて思ってないっつーの。男取られる方が悪いんだよ。はあ？次は私から仕事取られないように頑張ってね。私超優秀な派遣社員だから。隣の男をよそ見してる間にあんたの仕事奪っちゃうかも。そしたらアミはすぐ派遣切られて終わりだね。お疲れ様です社長。今日の業務もお疲れ様でした。立花さんもお疲れ様。今日の研修会にて気になることがあったのでご連絡しました。一人やたらと社長を睨んでる派遣の方がいたのですが、心当たりもありますでしょうか？あ、多分私の幼馴染のことかも。美咲って名前の子なんだけど。ええ、社長を睨んでいたのはその方です。社長も気づいていたんですね。私は気づいていなかったけど、さっき向こうからわざわざ連絡が来たのよ。私のことを同じく派遣社員だと勘違いしているみたいね。そうでしたか。ぶしつけな質問だとは思いますが、その幼馴染の方は以前に社長がおっしゃっていた方ですか？以前婚約者を奪われたとか。実はそうなの。まさかうちの会社に派遣として来るなんて思っていなかったわ。では幼馴染の方の派遣採用は取り消しますか？派遣会社の方には私からうまく言っておきます。なんだったら別の方を派遣してもらいましょう。ちょっと待ってちょうだい。それも考えたんだけど。でも講師今度はいけないわよね。私は社長の判断に従います。美咲はあくまでも派遣だし、ここは職場。研修会を見学してる時にたまたま会っただけだし、普段絡んでくることはないでしょ。とりあえずこのまま採用ってことにしておきましょう。かしこまりました。あ、でも念のためにしばらくは様子見でお願い。ものすごく嫌な予感もするのよね。かしこまりました。
私の方でも適度に様子を見ておきます。念のため人事部の方にも様子見のことは伝えておきます。ちょっとアミ、なんであんたみたいなのが正社員やってるのよ。私のことを騙したわね。勝手に勘違いしたのは美咲でしょ。うるさい、正社員だからって調子に乗らないで。え、同じ派遣かと思ったのに。あんたの机はないし、誰に聞いても知らないって言うし、まさか正社員だったとはね。正社員でも派遣でもこの会社のために働くのはお互いに一緒だよ。同僚としてこれからもよろしくね。それじゃ私は仕事に戻るから。逃げんじゃないわよ、この負け組女が。え、私に婚約者を暴れるような負け組のくせに。なのにそんなあんたが正社員で私が派遣？こんなの許せるわけないでしょ。今すぐあんたの席を私に起こしなさいよ。はあ？そろそろ正社員になれる場所を探してたからちょうどいいわ。私は超優秀な派遣社員だし、あんたと立場を交換しても問題ないでしょ。今日から私が正社員になるからね。問題しかないんだけど。はあ？うちは正社員雇用もあるから、まずは1年頑張って、結果次第では正社員採用になった前例はたくさんあるよ。1年待ってらんないわよ。私の方があんたよりも優秀なのよ。会社としても私を正社員にした方がいいと思うけど。それはどうかしら。もしかして私より自分が優秀だと思ってるの？私に婚約者を奪われたようなあんたが？いっぺん鏡でも見直してきたら？は？女としては私の方が圧倒的に優秀なの。あんたは所詮男を奪われるようなレベルの低い女なのよ。優秀さでは劣ってるんだから、正社員の座をよこしなさいよ。ちょっと待って、美咲の言う優秀さっていうのは女性としての魅力のこと？仕事としての優秀さではなくて？女は仕事より美しさでしょ。綺麗だとみんなが褒めてくれるし、仕事だって香りにやってくれることがあるし。それのどこが優秀なのよ。とにかく私と美咲の立場は変わることはないからね。バカなこと言ってないで、目の前の仕事に集中して。私に男を取られた負け組が説教してんじゃないわよ。私が正社員よこせって言ったらとっととよこせ。じゃないと昔みたいに力ずくで奪ってやるわよ。婚約者の次は仕事も奪われるなんて、そんな惨めなことが起きてもいいのかしら。美咲、あんた本当にいい加減にしなさいよ。私の寛大な優しさのおかげで働けてるってことがわからないの？こっちはすぐに派遣を切ってもいいのよ。たかが正社員ごときに派遣を切る権利なんてないんだよ。あんたそんなことも知らないの？は？所詮あんたは私何でも奪われる女なんだよ。小さい頃からいつもそう。私に男を取られるような負け組のくせに威張るな。とっとと会社から消えなさいよ。私ここの社長なんだけど。え？よく会社の社長にそんなこと言えたわね。え、社長？たかが正社員に派遣を切る権利はない？悪いわね。私はここの経営者なの。もちろん人事権も持ってるし、私が指示を飛ばせば。あんたなんて2秒でクビなのよ。え？負け組が威張るなだっけ？ならその負け組の会社で働いて給料をもらって生きてるあんたは、一体何組になるのかしらね。え？そんなに私が上に立ってるのが嫌なら、あなたの方が消えてちょうだい。派遣会社にはこちらからうまく言っておくわ。ちょっと待ってよ。社長ってさすがに嘘でしょ。あんたが経営者になってるなんて、そんなの私聞いたことないわよ。絶縁中だし知らなくて当然じゃない。私のことは美咲に一切教えないでって周りにもよく言ってたし。え、で、あんたがこの会社から消えるってことでいいかしら。ありがとね、自分からいなくなってくれて。そんなこと言ってないでしょ。私自分から辞めるつもりなんてないし。じゃあ私の方でクビにしておくわね。え、社長としての人事権たっぷり使わせてもらいます。ええー、ああ勘違いしないでね。美咲のことは支援によるクビじゃないの。ちゃんと日頃の勤務態度を評価してのクビにするからね。え、日頃の評価？美咲の勤務態度は部下から聞いてるわ。
私はもうすぐ正社員になるからって派遣社員としての自分の仕事を周りに押し付けているみたいね。は、業務放棄するような人は必要ありません。とっとと荷物まとめて出て行ってちょうだい。今日付けで解雇ってことにしておくわ。え、それじゃあ元気でね。二度と私の前に現れないでちょうだい。お疲れ様です。美咲さんの件ですが、本日付で解雇処分となりました。諸々の手続きは全て完了してます。代わりの派遣社員も明日から来てくれる予定です。いつもありがとう立花さん。優秀な秘書がいてくれて助かっています。いえ、これが私の仕事ですから。それにすぐ解雇になるだろうと思ったので、実は事前に準備もしていたんです。え、そうだったの。しばらく様子見するよう指示があったじゃないですか。日頃の勤務態度はもちろん、社内での様子も注意深く見ていました。その結果、随分と立ちの悪い派遣だと分かったので、いつでも解雇できるようにしておいたんです。日頃の様子は人事部の方に聞いているけど、それよりも立ちが悪いってことかしら。えげつないくらいにですかね。え、昼食の休憩時にでもお話しします。とりあえず私はこれから人事部へと向かいますので、一旦失礼します。うん、じゃあお昼にでも聞かせてちょうだい。それじゃあ私も仕事に集中するから、12時に声をかけてちょうだい。あとお昼ご飯用に近所のお店で適当にテイクアウトをよろしく。かしこまりました。ねえ亜美社長、私のことを正社員にしてほしいな。仕事中なの。ふざけた連絡してこないで。ふざけていないわ。大きなお願いよ。私、あんたのせいで保険切られて困ってるの。幼なじみとして助けてくれたっていいでしょ。あら、超人気の保険社員じゃなかったの。いつも予定が埋まるくらいなんだよね。いや、だって、あの保険会社もう辞めたの。だから今は無職なの。このままプー太郎にはなりたくないし、私のこと雇ってくれてもいいでしょ。社長ならそれくらい簡単でしょ。簡単だけど、美咲を雇うわけないでしょ。そこなんとかお願いよ。明けの時は失礼なこととかたくさん言ってごめんね。まさかあんたが社長やってるなんて知らなかったの。亜美は私にとっての自慢の幼馴染だよ。私そんな亜美のためならたくさん働いちゃうよ。今まで迷惑かけた分仕事で返すからさ。は？昔はいろいろあったけど、私ね、実はずっと申し訳なく思ってたの。婚約者を奪ったりして本当にごめんね。慰謝料払うだけじゃ亜美が納得できないのもわかるし、別の形で謝りたいなって思ってたの。まさかそれが私の会社で働くってこと？私バリバリ働いてあげる。売り上げにも貢献できるように頑張るよ。だからね、いいでしょ、私のことを正社員として雇ってよ。倫理観もない人とは一緒に働きたくないの。急に手のひらを返しても意味ないから諦めて。そんなこと言わないで。私仕事がなくて困ってるの。私たちいろいろあったけど幼馴染じゃん。そんな私のこと見捨てないでよ。仕事なんてたくさんあるでしょうし、別の派遣会社にも登録し直してきたら。もうどこの派遣会社もできんなの。だからお願い、もうどこにも行くところがないんだよ。は？私ね、なんでか仕事が長続きしなくて派遣しているの。でも派遣会社自体も長続きしなくて、昨日までいたところが最後の砦だったの。でもそこも辞めることになって本当に大変なんだよ。私たちいろいろあったけど幼馴染でしょ。昔のことは水に流して助け合っていこうよ。じゃあ私を助けるために消えてくれる？え、あんたの仕事が長続きしないのは職場のあちこちで男性社員に手を出してるからでしょ。え、独身既婚問わず片っ端から手を出してるみたいじゃない。そりゃ仕事も長続きしないわよ。なんでそれを出してるのよ。私の優秀な秘書がたくさん調べてくれたの。え、どこに派遣されても男トラブルでいつも派遣を切られてるんだってね。職場で男あさりなんてないわなんてよく言えたよね。言ってる自分が一番男を詐欺してるじゃないの。いや、で、うちら働いてる時も、例外なく社員ちょっかい出していたそうね。しかも一人どころか、複数名に同時進行で手を出していたとか。職場を何だと思ってるのかしら。なんでそれもバレてるの？私の秘書すごく優秀だから。え？
私この会社が本当に大切なの。だからこそ大事な会社で風紀を乱してほしくない。よって私のために今すぐ私の前から消えてちょうだい。ま、待って待って、もう本当に誰にも手を出すないって誓うよ。だからお願い見捨てないで。私お金が必要なの。働かないわけにはいかないの。お金？なんか借金でもしているの？実は今ね、支払わなきゃいけない慰謝料が3つぐらいあるの。え、アミに慰謝料支払うことになって、私のせっかくの貯金が消えちゃったの。それでむしゃくしゃして既婚者に手を出してさ、それが奥さんにバレてまた慰謝料請求されちゃったの。はあ？それで借金できて、ストレス発散で既婚者に手を出してバレてって繰り返しちゃってその結果3つも慰謝料あるんだよね。あんたってやつは救いようのない女ね。そんなこと言わないでよ。私たちは幼馴染じゃん。小さい頃からの付き合いなんだし、見てないで。幼馴染だからって助ける義理はないわ。全部あんたの自業自得。一人でどうにかしてちょうだい。でも、もたと言えば、あんたが私に慰謝料請求なんてしたからだよ。は？それさえなかったら助言はなくならなかったもん。イライラして既婚者に手を出すことはなかったもん。全部あんたが悪いんだもん。一生そうやって誰かのせいにしていれば、それでどうにかなると思ってるならね。あ、待って、違うの、アミのせいじゃないよね。私のせいだよね、大丈夫。本当は全部自分が悪いって分かってるから。だからお願い見捨てないで。そろそろ会議の時間だわ。待って、幼馴染を見捨てないで。それじゃ、今後二度と私の前に現れないでちょうだい。バイバーイ。幼馴染の美咲はどこの保険会社にも採用されず、今はコンビニバイトでなんとか暮らしているようです。その後、秘書の立花さんが集めた情報によると、請求されている慰謝料は合計で600万ほどもあるらしく、それを理由に実家からも勘当されているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。